サイレントヒルの、中で、まあ、一番このシーンにゲーム中のシーンですごく、イメージがこうぴったし合ってる音楽をあえてこう選んだというところありますね。逆に、共通点はないと、シリーズの中での音楽として、バリエーションに、富んだものを選びましたと。グルーヴ的なところで、ジャンルの進化はないですけど、まあ、ワールドビートとかそういう新しいビートを、追求して進化したっていうところはあります。そうですね、ジャンルにとらわれないというか、ジャンルで考えない、音楽を作る、スタイルという感じですね。他の、まあ、いろんな、世の中にある音楽を、いろいろチェック聞いたりすることで、まあ、自分も感化されてるっていう感じですね。まあ、楽器による実験っていうのは、まあ、あんまりやってないですけど、まあ、自分の中で、常に、ないものを、出せるように新しいものを追求できるようなことを、毎回毎回試みてるっていうところありますね。サイレント2の、シモブローラが、自分的にはすごい気に入ってますと。で、まあ、そのシモブローラに関しては、ゲーム中の、ゲームっていう音楽の中でゲームらしくない音楽を作ろうと思って、やった音楽として、自分なりにそれが実現できたというところで、すごくお気に入り、そういう意味ではお気に入りですね。まあ、ケースバイケースあると思います。音楽がゲームに、ゲームが音楽にそれぞれ影響を与えるっていう風だと思っています。クラシックな音楽とジャズ以外の音楽をこよなくたくさん聴いております。